近代京都日本菓子駆け足講座全7回でお送りいたします。近代京都日本菓子は明治から昭和にかけて京都の日本画家たちが活躍した、その画家たちの活動や作品を広く知っていただきたいと、私たち4人、上田紗友子、藤本真奈美、森光彦、中野紀之が協力して作った一冊です。この本はたくさんの画家と作品を紹介するページが中心に構成されていますが、それだけではご紹介できない歴史的な出来事やエピソードなどをコラムでご紹介しております。ただ、これらは長い文章ですので、読者の方々には少し分かりにくいとお感じの方もいるのではないか。ということで、駆け足で解説しようというのがこの企画です。これから7本の動画で、明治から戦後までの京都の日本画の歴史をご紹介していきたいと思います。本をお持ちの方はお手元に置いていただき、作品図版などもご覧いただきながら動画を見ていただけたらと思います。本をお持ちでない方もこの動画をご覧いただくことで、京都の日本画の歴史にご関心を持っていただけるよう、これから話をしていきたいと思っております。さて、早速ですが、第1回は第1章を見てまいりたいと思います。画面に映っておりますのが、最初のコラム、18ページの維新後の画家です。明治以来の京都画壇の歴史と改めて考えてみたとき、実はその歴史は非常に辛い環境から始まっているということには注目していいかもしれないと思っている。つまり、幕末には蛤御門の変などで、京都の市街地には大きな被害が出ていましたし、明治維新で東京が首都となり、天皇も政府も東京にとなりましたので、市場の規模がとても小さくなる、絵を買う人が少なくなる。それで画家も暮らすのが大変になりました。これを出発点と思って日本画の歴史を眺めてみますと、京都の文化がだんだんと復活をしていく歩みにも見えまして、また興味が湧いてきます。それでそういう苦しい時代に画家たちは着物や陶磁器に絵を描く仕事などをして、どうにか生計を立てていたわけです。こういう仕事を応用と呼んだのだそうです。面白いのがコラムでご紹介しているエピソードでして、岸竹道は応用を頑張った。森寛斎は応用ばかりだと手がお留守になると気をつけた。今尾慶明は応用によって研究をした。河野梅玲は応用すると職人扱いされるから拒絶した。こういう画家にとって苦しい時代の中でも、その対応には個性があって、それが後に絵がたくさん売れるようになり、花形の文化になった時代が来ますと、画家ごとの個性として花開いたわけです。それで、京都の苦しい時代、左のページのコラムですが、浄雲社というものがありました。これは月に一度、皆でお寺のような広いところに集まりまして、絵を持ち寄るというものでした。おのおのの絵を品評し合ったり、参考となるような昔の絵を並べたり、それでみんなで意見交換をしたり、勉強したりといったものだったようです。当時の京都には、塾、流派がはっきりとありまして、江戸時代以来の身分の意識も残っていたわけですが、浄雲社はそういう壁を越えてみんなで集まる場となりました。喧嘩や対立もあったようですが、それでもみんなで集まる場があって、特に世話焼きな森寛斎が熱心にこれを取りまとめ、自由に絵を見るような空気があったようです。その一方、京都にはこれから森さんからお話があるような、とても近代的でしっかりとした画学校もできた。京都の画壇には、そういうみんなでただ集まって絵を見るような場、浄雲社のような場と、近代的先進的な画学校のような場が同時に存在した。そういうところが面白いですし、その後に全国的に活躍する画家がたくさん出てきた、そういう基盤になったように思われます。続いてその画学校について森さんにご解説をいただきます。では、京都府画学校という明治13年に開校した絵画の学校についてお話をします。幕末に京都の町というのは本当にボロボロになってしまい、衰退してしまっていました。で、京都画壇も弱っていた。それを何とかして復興させないといけないという、切実な問題が、画家たちの間にはあったわけですね。それで発想されたのが絵画の学校を作ろうということでした。明治になると京都の町というのはどんどん近代化していって、西洋に習ったさまざまな近代的な施設が設立され始めていました。で、京都画壇も同じく近代化していかねばということでですね、新しい時代になんとか生き残っていこうということで、画家たちの方から京都府知事に
学校を建てましょうという提案を行ったわけです。当時の大化の南画家であった田野村直入という画家や四条派の河野梅玲といった画家が中心となって、設立ということになりました。画家たちが学校を作る狙いっていうのがありまして、大きく言うと、2つの狙いが、ありました。1つは、京都画壇衰退の、大ピンチですから、京都画壇で一丸となって乗り切るためにまとまろうと、そのための組織として学校を作るということです。常雲社もいろんな流派の画家が集まる団体だったんですけれども、また京都富画学校ももっとあらゆる画家が集まる場にしよう。京都の諸流派、有名画家を集めて、さらには西洋画の画家も参加して、その人たちを先生として一緒に教えるその学校にしようということを考えました。これが一つ目の狙いです。二つ目の狙いは、学校ですから、まあ当然、将来京都を担う若手画家を教えて画壇の実力の底上げをしようということですね。当時最先端の近代教育というものによって画家たちの技術を底上げし、かつ切磋琢磨によって新時代の新しい日本画を作っていくと、そういう人材育成の目的、それで社会の役に立てようという考えがあったということです。そうやって京都富画学校は、京都画壇を代表するものとなりました。さらに言えば近代京都画壇というその一つのまとまりを象徴するような施設になりまして、その後も歴史の変遷の中でその学校の名前というのを変えながら、現在の京都市立芸術大学に至るまで続いています。京都画学校というのは京都画壇の近代化に大きな役割を担ったと、そういう学校であったということができます。続いて京都富画学校の教育というものについてお話をします。京都富画学校の教育というのは一体何が新しかったのかということなんですけれども、そもそもその学校というものが近代になって登場したもので、明治では最新の施設でした。今では我々は学校というのは当たり前のものとして受け入れてますが、近世までは寺子屋のような塾で教えるというのが主流で、来る時間もバラバラですし、課題もその塾生の習得状況によってバラバラというような形で塾で教えていたというのが普通だったので、それに対してですね、新しく近代になってから明治時代になってからそのできた学校では、みんなが同じ時間に揃って登校して、学年によって同じ授業を受けるという、今でいうそのカリキュラムに沿った教育が行われたということですね。それで基本的には3年で卒業させると。しっかりした画家を効率的に、たくさん育成しようと、そういうような形を目指したというのが京都画学校の新しい教育であったと言えます。さらに京都における学校の特徴といえば、こうしたそのカリキュラムの作成というのを基本的にその画家が行っていたというようなことが言えます。京都画学校は、そもそも京都の画家によって発案されたもので、画家によって運営され、カリキュラムも作成されということで、ここにはですね、京都の自治性というか京都画壇の意思というかですね、画家の立場からのその考えというのが教育に大きく反映されているというのが京都画学校の特徴かなと言えると思います。次に内国絵画共進会についてお話をします。この内国絵画共進会というのは明治時代前期の京都画壇にとっては非常に重要な展覧会と言えるものです。明治15年と17年に行われました。これはですね、政府の農商務省が主催した非常に大規模な展覧会で、日本画の振興を図るということで行われたんですけれども、政府によって東京で開催されて、で各地から出品を募集したということで、いわばですね、東京を中心として全国規模の絵画の展覧会であったということですね。で京都の画家たちは、近世までは基本的に京都の中で制作活動のほとんどを行っていましたから、こういうふうにその東京に持っていって全国規模で展示するというようなことは慣れていませんでした。それが明治になって内国勧業博覧会というものがあったり、この内国絵画共進会というものがあって、全国規模の展覧会が始まりまして、そこに出品し、京都の画家がそこで数多く受賞することによって、やはり、京都というのはその美術の有力な都市であるというようなことが、その全国にアピールすることができたと。さらにですね、その京都の画家もその受賞することで全国規模で名前が知られていくようになるというような、きっかけになった、展覧会です。
で、この内国海外教師委員会というのは、まあ、明治10年代に東京を中心として起こっていた伝統的な日本美術復興運動、そういうその風潮を、まあ、受けて、開催されたものということがありまして、京都の画家も、まあ、そこに参加することによって、まあ、全国的にその衰退気味だった日本画が明治10年代後半以降にだんだんと盛り上がっていくという、まあ、そういうその節目の展覧会として、まあ、京都画壇が参加していた展覧会ということができます。さん、森さん、ありがとうございました。京都の日本画というと竹内栖鳳が皆さんすぐに浮かぶと思いますが、まだ竹内栖鳳が出てくる前の時代のお話でした。ただ、あの常温社といった流派を超えた団体の活動ですとか、京都府画学校の設立といった重要なトピックも多い時代ですので、とても分かりやすくお話しいただいて、参考になったと思います。そろそろお時間が来たようです。また次回お目にかかりましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。